動画をご覧いただきありがとうございます。今回は視線恐怖症、他者視線恐怖症が楽になる一つの習慣と題してお伝えをしていきます。まず視線恐怖症、他者視線恐怖症というのは、他者ですね、周りからの、自分以外の周りからの視線にですね、恐怖心とか不安を感じる症状になります。このですね、視線恐怖症、他者視線恐怖症が楽になる一つの習慣としてはですね、自分を受け入れることですね。視線恐怖症、他者視線恐怖症に悩んでいる方はですね、どこかで、意識的、無意識的にですね、自分を否定してしまっている傾向があります。言い換えたら、自分を受け入れられてない傾向があります。つまりこう自分を否定しているからですね、周りからも否定されているように感じてしまってですね、周りの視線も自分を否定しているように、自分を否定しているように感じてしまって、その視線にですね、否定の視線に恐怖を感じている。というのが、視線恐怖症、他者視線恐怖症のメカニズムだと言えます。ただ、言い換えるとですね、自分を受け入れてですね、自分を肯定することができるようになるとですね、不思議と周りもですね、肯定する、受容することができますからね、そうなると他者の視線もですね、受け入れることができるようになってきてですね、受容の視線になりますから、あまり視線も気にならなくなってきてですね、視線恐怖症、他者視線恐怖症が楽になることにつながります。この自分を受け入れるってシンプルなんですけどね、これ非常に本当強力ですからね、本当人生を変える効果があると言っても過言ではないです。それがですね、自分を受け入れることには、その可能性というかですね、素晴らしいこう、力のようなものがありますからね。ただなかなかですね、自分を受け入れるのは難しく感じる方もおられると思います。ただそういった方は視点を変えるとですね、ただこう今たまたまですね、自分を否定する習慣があるから自分を否定してしまっているだけでですね、その否定する習慣が手放されてですね、今度は自分を受け入れる習慣に変わっていくと、勝手にですね、それは自己受容につながっていきますからね。そういう意味で習慣を変えてですね、人生というのも変わっていきますからね。その習慣を変えるためにまずはですね、認識を変えていくことも大事になっていきます。つまりこう自分を受け入れる認識ですね。実はですね、人の価値というのはですね、2種類あってですね、存在価値と、付加価値というものがあります。存在価値というのはですね、まさにこう存在している価値ですね、生きている価値とも言いますけどね、存在している価値というものになります。あと付加価値はですね、その存在価値の上に足されたですね、二つ目の、付け足された価値ですね。例えばこう何かを達成することとか、夢を叶えることとかですね、何かを得ることとかですね、っていうのが、付加価値になります。で、どうしても皆さんですね、付加価値に、重点を置いてしまってですね、何かを達成できたら自分を受け入れられる。こんな自分になれたら、自分を受け入れられる。理想の自分になったらですね、自分を受け入れられると思っている方も多いんですが、実はですね、そうではなくてですね、もちろんそういった場合もありますけどね、ただそれって条件付きの受け入れですからね、これをできた自分は受け入れて、これをできない自分はダメだというふうに判断してますからね。じゃなくてですね、そもそもですね、その何かを達成するためにはですね、自分が存在していないと、自分が生きていないと達成することはできないですからね。そういった意味で、すべての何か達成することは付加価値はですね、存在価値ありきの、存在価値があってこその付加価値になってきます。ですから、存在価値がなければですね、その付加価値も存在できないわけですね。そのことをですね、再認識していくとですね、存在価値というのが、別にこう何かを達成しなくてもですね、あなたは存在しているだけで、生きているだけで素晴らしい価値があるということに、自分はその価値があるということで再認識ができますからね。例えばですね、自分の両手両足をですね、10億円で売ってくれてやれてもですね、なかなかパッとはいと答えることは、少ないと思います。どうしてもお金に困っている方はですね、はいと答えてしまう方もおられるかもしれないですけど、よく考えてみるとですね、両手両足がないとですね、10億円を手に入っても、満足に使うこともできないですからね。
ですから、そういった意味でですね、もう両手両足があるだけであなた10億円以上の価値がありますからね。まあ10兆円と言ってもいいかもしれないですけどね。お金に換えられない価値がありますからね。それだけで、ある意味こう、存在してるだけ、生きてるだけで、もうお金とかに換えられない価値がありますからね。まあ、例えばその金メダルを取ることももちろん素晴らしいことですけどね。ただその金メダルを取るためにはですね、存在しないと、生きていないと、それは得れないですからね。そういった意味で、金メダル、どんなに素晴らしい、名誉とか栄誉もですね、金メダルであってもですね、それは付加価値ですからね。存在価値に比べたら、それは、ある意味こう、それが、存在価値がないと存在できないもんですからね。大きさ的にもですね、イメージで言うとです、存在価値というのは、地球大の大きさがあってですね、それに足される付加価値というのはですね、その地球の中にある家一軒分ぐらいの大きさ、価値しか、ないと言われています。つまりですね、それだけですね、存在価値の圧倒的に大きいものでもあります。海とですね、その海に注ぐ一滴の水みたいな差ですからね、存在価値が海そのものでですね、付加価値はその海にチャポンと落ちる一滴の水、水滴みたいなもんですからね。それらの価値の差があります。ですからもう存在してるだけでですね、もう十分ものすごくあなたは素晴らしい存在ですからね。そのことをただ忘れてしまってですね、つつ付加価値、何か達成できたら素晴らしいとかですね、達成できないから自分はダメだと思ってしまってるんですけど、そもそもですね、その達成できないっていうのが、存在できるのもですね、存在してるから、生きてるからこそ、存在できますからね。そういった意味でも、もう存在してるだけで、生きてるだけでも本当素晴らしいですからね。価値ある存在ですからね。そのことに気づくとですね、また自分を受け入れやすくもなってきますからね。また存在価値で見るとですね、どんな方もイコールですからね。例えば何か偉業を達成した人もですね、金メダルを取った人を、あなたと存在価値で見るとあなたとはイコールですからね。そういう意味でこう、人ってみんな存在価値で見るとイコールですからね。つまり別に決してですね、誰かが見られることを卑下することだけでもこう、否定することも必要なくてですね、イコールの存在ですからね。その証拠にですね、視線恐怖症に悩んでいる方って意外と、親しい方とかですね、家族とかに対しては大丈夫だったりする方が多いですからね。それはですね、家族と自分はある意味イコール近く見れてますからね。親しい人もイコールで近く見れてますから、あまりこう視線が気にならないわけですね。ですから他人に対してもですね、存在価値で見るとイコールですからね。そのことに気づくと、他人ともあまり知らない人ともイコールになってきてですね、別にこう視線も対等、視線に対しても対等になりますからね、特に恐怖とか不安も感じる必要がなくなってきてですね、その結果、視線恐怖症、他者視線恐怖症、他者視線恐怖症が楽になることにつながっていきます。こういったふうにですね、存在価値を再認識できると自然とですね、自分を受け入れられることにつながっていきますからね。ただ、なかなかそうは言っても再認識できないという方はですね、一歩一歩、やっていく方法もありますからね。具体的に言いますとですね、例えばノートとかスマホのメモとかでも結構ですからね、自分のいいところとか好きなところをですね、思い浮かぶだけ書いていただくとですね、それが自己需要につながってきますからね。またなかなかそれでも浮かばないという方はですね、まずは一日一つからでいいですからね、自分の好きなところとか、いいところを見つけていただいてですね、それをまた、ノートとか、スマホのメモとかにですね、書いていただくと、それがですね、自分を受ける習慣につながっていきますからね。またそれでもどうしても一日一つでも見つからないという方はですね、意外とですね、ネガティブな面もですね、自分の嫌な面まで視線を変えるとですね、それも長所とかいいところに変わっていきますからね。例えば短気ということもですね、視線を変えると感情表現豊かになってきますし、弱気ということもですね、視線を変えると慎重ということにもつながりますからね。そういう形で、物事には必ずですね、いい面と悪い面がありますからね。ですから、その、悪い面に表面的に感じてもですね、必ず、視点を変えるといい面があります。こんな形で物事って恋の裏表の関係があってですね、いい面もあれば、悪い面も必ずありますからね。ですから、どちらを見るかの違いですからね。短期であっても、感情表現豊かっていい面を見るといいところになってきますし、弱気であってもですね、慎重とかですね、いい面を見ていくと慎重というふうになってきますからね。ですから、こう、悪いことと、表面的に悪いと思っていることもですね、必ず意味はありますからね。それはですね、ですから、そういった、なかなか見つからないという方はですね、あえてこう、自分の、良くないと思っている面とか嫌いな面をですね、ノートとかスマホの面に書き出していただいて、これをですね、どう視点を変えれば、意味が見れるかというふうに見ていくとですね、その嫌いな部分から自分の好きなところが見つかったりもしますからね。そんな方に視点を転換するとですね、自分のいいところ、好きなところが見えてきますからね。そういったのを探す習慣ができるとですね、見つける習慣ができると、
まあ、そういった見方でもありますからね、そういった見方ができるとですね、自分を受けることにつながって、それはですね、周りを受けることにもつながりますので、またイコールの関係になってきてですね、相手の視線も周りの視線も気になくなってきてですね、視線恐怖症、他者視線恐怖症が楽になることにつながっていきます。ですからまあ自分を受けるっていうのはですね、言い換えると自分と仲直りすることですね、自分を、自分と和解することでもありますね。例えば喧嘩でもですね、受け入れるとですね、受け入れてまいりましたってすると収まっていきますよね。それと同じです。自分を否定するということはですね、ある意味自分と喧嘩をしている状態ですからね。ですからその状態であってもですね、自分を受け入れて、いくとですね、どんどんそれが仲直り、和解につながりますからね。自分と和解するからこそですね、不思議と周りとも和解ができてですね、周りの他者の視線、周りの視線からも和解できますからね。つまりこう、ある意味人間関係でですね、自分関係でもあってですね、自分との関係が良好になってくると、不思議とですね、周りとの人間関係も良好になりますからね、視線恐怖症も視線を変えても人間関係でもありますからね、そういった意味でこう自分を受け入れることができるとですね、自分との関係が良好になってきまして、その結果ですね、不思議とですね、周りとの関係も良くなってきますからね、その結果、視線恐怖症、他者視線恐怖症が楽になることに、つながっていきます。はい、ですね。で、まとめますと、とにかくまあ自分を受け入れですね、自分の存在価値に気づいていただいて、自分を褒める習慣とか自分の好きなところを見る習慣ができるとですね、それが自己需要の習慣につながってきまして、自己肯定感も高まってきましてですね、他者とのパワーバランスもですね、自分を否定すると他者が上になってしまうんですけどね、自分を需要するとそのバランスが取れてきてですね、ちょっとイコールになってきますからね、イコールになるから、周りの方の視線も気になくなってきてですね、その結果、視線恐怖症、他者視線恐怖症が楽になることにつながっていきます。はい、で、またですね、この動画で語りきれてない部分ですね、視線恐怖症、他者視線恐怖症が楽になるですね、他者視線恐怖症が楽になる、ポイントをまとめたですね、ブログのページもですね、この概要欄とか、この動画の概要欄とかですね、コメント欄にもリンクを貼っておきますからね、ピンときた方はチェックをいただいてですね、少しでもあなたの視線恐怖症、他者視線恐怖症が楽になるきっかけとして、ご活用いただけましたら、幸いです。またですね、視線恐怖症、他者視線恐怖症はですね、言い換えると生きづらさでもあります。生きづらさもですね、習慣を変えることで楽になることは可能ですからね。さてですね、生きづらさが楽になる、生きづらさ卒業の教科書というですね、私の本も出版しておりますからね。こちらもですね、ピンときた方はですね、概要欄にリンクを貼っておきますからね、より深い部分で、楽になれている方はですね、ぜひチェックをいただけたらと思います。あとですね、当院では対面にですね、直接お会いしてのカウンセリングとか施術とかですね。あとはオンライン、ビデオ通話、LINE やメールでのカウンセリングも行っておりますからね。こちらもですね、本気で視線恐怖症、他者視線恐怖症が楽になれている方はですね、概要欄に詳細のリンクを貼っておき、チェック、リンクを貼っておきますからね、チェックいただいて、まあ、必要な方はですね、カウンセリングも、施術とかもカウンセリングも受けていただけたらと思います。はい。で、最後までですね、あとですね、この動画が、なんか参考になったとか、ちょっともですね、ほっと安心したとか、なんか希望の光が見えた、ちょっと楽になったって方はですね、高評価、コメント、チャンネル登録の方もお気軽に、よろしくお願いします。はい。で、最後まで、ご覧いただき、ありがとうございます。ご縁に心より感謝しています。